はようございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですね、木村屋のパンのシリーズをやっていて、一旦ですね20本ぐらい食べ終わったんですけども、またね木村屋さんのパンにまだまだ食べてないパンがいっぱいありますんで、これからね買いに行ってですね、また一日一日とちょっとずつ食べていこうと思うんですね。まあその中でですね、今回この動画をお送りするのは、木村屋さんのパンが食べたいよっていうね方からメッセージいただきまして、千葉の方ですけども、千葉にも昔木村屋のパンってあったんですね。うん、ちょっとね懐かしい味を思い出していただくためにね、私は木村屋のパンの大ファンでございますねちょっとね何点か送らせていただこうかと思いますんで、楽しみに待っておいてください。今回ね、私がずっと動画で紹介したパンのうち何点か送りますので、またね、楽しんでいただければと思います。で、今後私が食べるパンにつきましても、お、食べてみたいなということがありましたら、送らせていただきますんで、またメッセージをいただけたらと思います。一緒にですね、本当にこう素朴な地方のチェーン店ですけども、とてもね全国チェーンにはなってないと思うんですけども、ただ動画を見ていただいてですね、ご関心いただいて、ちょっと食べたいなって方にはできる限り送ろうと思います。まだ希望者の方はそんなに多くないですから、まだ結構ね量を送れると思いますけども、これね希望の方がね、もし万が一10人とか20人増えちゃったら、今度は送るパンの量が減るかもしれませんけども、今のうちでございますまあお礼などね、そんなに気にしなくていいですから、美味しかったと感じていただければ幸いでございます。同じ木村屋のパンのファンとして一緒にパンを楽しんでいきましょう。はい、それでは今回はこんな感じになりますね。これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。